皆さんこんばんは、 MK です。ポケットモンスターブリリアントダイヤモンドパート10やっていきましょう。今回も3つ目のバッジに向かって進んでいきたいと思いましたけども、あなたお久しぶりでございます。君は世界の始まりを知っているか。15年前にあなたからなんとなく聞きました。この天眼山は神王地方始まりの場所、そういう説もあるそうだ。できたばかりの世界では争い事などなかったはず。ポケモン勝負と争うことは全然違う。君もポケモントレーナーならそのことを忘れないでほしい。あ、わかりました。とはいえ心は弱いから難しいだろうけどね。では失礼。はい。なんだか意味深なことを言って立ち去っていきましたが、あの人めちゃくちゃ重要人物ですので、ぜひ皆さんも覚えていってください。そしてこの序盤の天眼山めちゃくちゃ短いよねと思う方は、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。めっちゃ短いよね。はい、じゃあ208番道路を進んでいきましょう。まずは山男。ガハハ、子供の君が大人のわしにかなうか。いや、ポケモンバトルの強さに大人も子供も関係ありませんよ。はい、ということでまずはあなた山男の五国が勝負を仕掛けてきた。五国、なんかちょっと変わった名前ですね。はい、そして出してくるポケモンは石つぶて。まあ水タイプですのでこの辺は有利に立ち回れるでしょう。で確かすぐ右が新しい町だったかと思います。ジムがある町ではないよね。この次の次ぐらいだったかな。確かこの2つ目と3つ目のバッジの間めちゃくちゃ長いんだよ、タイパって。まあだからその辺はね、まあ皆さんなんとなくお察しというか、はい、付き合ってください。次も石つぶてガンガン行きましょう。まあストーリー無視するわけにもいきませんからね。私はちゃんとね寄り道とかもしっかりやっていきたいですので、まあゆっくりまったり自分のペースで今後も進めていければと思います。 OK、 石つぶてまた倒しました。そう、年末にね、年末じゃねえや、年始か、年始にレジェンズ、ポケモンレジェンズのアルセウスが出ますので、そちらの実況もやりたいから、それまでに終われればいいかな。それまでに終わるかな、ちょっと怪しいよね。まあ頑張ろう。はい、そして次は空手王。おーっと、今激突しましたが、この空手マンがお前をコテンパンにしてやる。空手マンだったっけ、あら、空手王じゃなかった。相手は空手王だよね。なんで空手マンって言った。はい、ゴータ。おお、目力がすごい。相手は腕力出してきました。今のかっこいいね。こう手をバーンと前に差し出してモンスターボールがボーンと出てくるというね、すごい今演出が感動しましたが、ここはつつくでいいでしょう。効果抜群だからいけるとは思いますけど、実はつつくを抜群で当てるよりもタイプ1のバブル光線の方がダメージ入るんだよな。ローキックはそんな食らわない。うーわ、そっか、待てよ、素早さ下がったけどこれどうだろう、まだ上取ってそうだけど、ナイス。なんとか、素早さが1段階下がっても上を取ることができました。はい、ということで腕力バイバイ。なんか空手王っていうぐらいだからさ、剛力、なんなら怪力を使ってきてもよくないか。乱れ月、これは覚えさせましょうか。はたくよりはさすがに威力高いよね。15が2回から5回。うわー、まあ最低の時は乱れ好きの方が少ないけど、まあ言うてはたくをずっと覚えさせるよりはマシでしょう。いやでもどうだろうな、まあもう覚えさせちゃったからしょうがないけど、野生ポケモンの体力を管理する時とかははたくの方が良かったかな。おお、押す。まだまだ力不足だったか、かっこよ、スポーツマンシップというか、なんか男気がありますね。はい、そしてあれ、スプレー使ってたっけ。じゃあこれはなしで、お、ロッククライム使うところがあるけど、これは今んとこいけないんだよな。そう、ロッククライムも秘伝技ですので、ここはとりあえず無視していきましょう。で、波乗りがないから下にも行けないと。はい、じゃあ今度はあなた、お、左側にモンスターボールありますね。勝ったら君の弁当を分けてくれ。やだよ、変なおじさんに弁当は渡しませんよ。はい、ということで山男の圧を、弁当っていうかお腹空いたのかな。確かにね、こんなでかい体でお腹空いたって言われたら、いやでも弁当ちょっとじゃ済まないでしょ、あなた全部食べちゃうんじゃない。ダメだよ、私の弁当は渡しません。はい、そしたらここはバブル光線行きましょう。弁当だって、なんかもう MK さんは弁当イコールコンビニの弁当みたいなイメージになっちゃってるけどさ、一般的には弁当って言われたらやっぱりこうお母さんとかがね作ってくれる弁当っていうイメージなんだろうね。いやダメだね、ちょっとダメだよ、そうやってコンビニの弁当ばっか食べてると。 MK さんも若いんだから、まあ若いうちだから食べれるっていうのもあるけどさ、なんかね40とか50になってコンビニの弁当毎日食べれるかって言われたらちょっとなんかきつくなってきそうだよね。じゃあ今のうちに食べとこっか。はい、ということで岩国勝ちました。山男、ほらあげないぞお弁当は。グーの音も出ないがお腹はグーとなると、おお、すごい今うまいこと言いましたね、あなた。
ちょっとお弁当分けてあげようかな。いやダメだ。はい、そしたらこの左側のモンスターボール拾っていきましょう。変な場所にあるんですから、これはいいアイテムなんでしょうね。はい、モンスターボール、なんか微妙だなまあ使うっちゃ使うけどさ。はい、そしてお、草むら、なんかここの草むらちょっと綺麗じゃない？あれ、今までと一緒だったっけ？そしてアロマなお姉さん戦わせてください。あら、勝負ですか？スーパーコンテストショーに出るつもりですけど、少しだけなら、あ、スーパーコンテストショー。そう、この後にある街でやることができますよね。今回そこまでいけるかな？できればスーパーコンテストショー参加したいな。はい、そして相手はミツハニー出してきました。お、しかもオスですね。ミツハニーはこの一番下にある顔の上に赤いマークがついていればメスで、マークがついていなければオスでございます。この個体はオスですね。で、ミツハニーはメスじゃないと進化しないというね、ちょっと変わったポケモンなんですよ。なのでまあ、オスに生まれちゃった時点で、B クイーンにはなれないと。まあ最近でもいますよね、あのエンニュートとかはメスじゃないと進化しませんね。まあもう最近って言わないのか、エンニュートはサンムーンのポケモンですからね。そう、そういう感じでこう性別によってね、進化するしないっていうのが分かれたのも初めてはダイヤモンドパールですよね。まああのミノムッチがイメージある方いると思いますけど、ミノムッチ、ミツハニーあたりか、性別、あとは目覚め石系か、あのエルレイドとか、あいつな、雪目の子、あのあたりも性別進化ですよね。いや、そう思うとダイヤモンドパールって結構ポケモンの進化条件を広げた作品でもありますよね。はい、ということで毒のトゲここで食らう？まあさっき食らうよりマシか。毒のトゲは炎の体とか、そういう感じで物理攻撃を当てた時に一定確率でこっちが毒になっちゃうというやつですね。負けてしまいました。はい、なんか語尾伸ばすのが特徴なんでしょうか。まあアロマなお姉さんというぐらいですから結構穏やかな感じなんでしょうね。じゃあここは毒消しを使ってあげましょう。はい、でいい傷薬使う？もうあれかな、いや微妙だな、一応使っておこうか。もうポケモンセンターが近いような気もしなくもないですが野生ポケモン出てくるのはアサナン、持ってないですね。はい、じゃあアサナン捕まえていきましょう。アサナンは珍しい格闘とエスパータイプの複合ポケモンでございます。進化先のあれ、これつつくいける？まあさすがにいけるか。進化先のチャーレムは、オメガルビーアルファサファイアでメガ進化ももらっていますね。こらえる、ナイス。こらえるを使ってくれたら1で耐えてくれます。あー、よかった今の。今こらえてくれなかったら多分倒しちゃってましたね。はい、そしたらモンスターボール、体力1だからさすがに捕まるでしょう。はい、1回2回の3回揺れてありがとう。はい、アサナンゲットできました。メガチャーレム個人的にめちゃくちゃ好きなんですよ。皆さんぜひ画像を調べてみてください。はい、ということでアサナンの図鑑データ読んでいきましょう。アサナン瞑想ポケモン、1日1個だけ木の実を食べる、空腹に耐えることで心が研ぎ澄まされていく。お、なんかそういうタイプか、私には真似できないな。はい、じゃあボックスに送っておきましょう。いや、なんかたまにやる人いるよね、そういうファスティングって言うんだったっけ。おーっと、こんにちはジュース飲んでご飯食べないみたいなさ、君と私と素晴らしい勝負のシーンを描こうではありませんか。お、アーティストですね。これ前からいたっけ。あ、いたな、ダイパにも。こんにちは。おお、懐かしい。芸術家の元文が勝負を仕掛けてきた。マネネか、また珍しいポケモン使ってきますね。マネネはバリアードの進化前ですね。あのマネネとウソハチもダイヤモンドパール前からアニメとかに出ていたりしましたよね。はい、そしたらバブル光線打っていきましょう。結構私好き。最近だとポケ GO でね、マネネがゲットできるようになってちょっと騒いでおりましたが、そう、バリアードがね、日本だと基本手に入らないんですけど、この間のね、イベントの期間だけは、マネネごと、マネネの状態で、卵で手に入ると。で、それを進化させれば、海外限定のね、バリアードまで手に入るみたいな、そういうお祭りがありました。ポケゴーやってるみんな。私はやってるということで、はい、じゃあここウソハチにもバブル光線でいきましょう。そう、マネネとウソハチはセット感がありますよね。ダイパのダイヤモンドパールのアニメでもマネネとウソハチは、ロケット弾がマネネでタケシがウソハチを持ってましたよね。はい、ということでオッケー、勝ちました素晴らしい、インスピレーションが湧いてくる。あ、それは良かったです。なんかいい絵が描けたら私にも見せてください。お、この人いましたね。黙ってこれを持っていけ。はい、金目石ゲットしました。この金目石結構大事な道具ですよ。まあとりあえず持っておきましょう。そしてここは木の実じいさんの家ですよね。勝手に取ってくのは申し訳ないかもしれないですけど、まあいいでしょう、ズリの実も2個取っていきます。そう、この次のスーパーコンテストショーをやるときにこの木の実ちょっと大事になってきますので、ここでしっかり集めておきましょう。植えてもいいけど、
まあ植えるまででもないかな。はい、じゃあパイルの実も2個取りまして、おじいさん、確か木の実じいさんに話しかければ1日1個木の実がもらえたかと思います。こんにちは、わしはみんなから木の実じいさんと呼ばれています。木の実の素晴らしさを伝えたくて毎日配っているのです。さあ君にも木の実を分けてあげよう。ありがとう。何の実もらいました。自然の恵みである木の実をポケモンにあげる。そうするとポケモンが喜ぶだろう。それを見て人が木の実を植える。そうして新葉が緑豊かなところになればいいんだよ。お、なんかすごい志が高いというか目標がいいおじいさんですね。はい、じゃあ向かいましょうか。この右が次の町だったかと思います。うわ、すごいゴージャス。あなた話しかけずにはいられなかった。ヨスガシティといえばスーパーコンテストショー、私も自慢のポケモンちゃんと一緒に参加しますのよ。私もやろう今回できるかな。はい、ということでヨスガシティ到着しましたが、なんだ誰だ、ちょっと待った。あー、びっくりした。ジュンだと思った。ミミロルちゃん、どうしたの、誰のミミロル。あ、こんにちは、あなたの。よかった、あなたが偶然そこにいて。そうでなかったらミミロルちゃんどこまで逃げていたか。ミミロルちゃん、モンスターボールに戻ってね。ほら戻ってあげて。私ミミ、スーパーコンテストショーの審査員してます。お礼したいからコンテスト会場に来てね。あ、わかりました。なんだかアイドルみたいな子でしたね。じゃあコンテスト会場向かう。いや、でもその前にあれですよね、あの確かフレンドリーショップ、あ、ここじゃないか。ポフィンハウスですよね。ポフィンを作ってから行った方がいいと思うな。はい、じゃあポフィンハウス向かっていきましょう。こんにちは。あ、さっきのミミちゃんと同じ格好の人がいるけど。はい、レッツクッキング。美味しいポフィンを作るには最初スープの時はこぼさないようゆっくりと、少し固まってきたらぐるぐる回し出して、最後は美味しくなると念じつつぎゅるるんと回しましょう。そう、ポフィン作り懐かしいですね。昔はタッチペンでやったんですよ。こんにちは、ここでは木の実を料理してポフィンを作ることができます。聞く、いや聞くじゃない、もうやる。ポフィンケースが、あ、ポフィンケースない。あなたくれる？あれ、ポフィンケース持ってない。はい、いやそれはさっき聞きました。ポフィンケースどこでもらえんの？ここ誰だったっけ、こっちかな。これは大好きクラブ、一応行ってみようか。あのポフィンケースないと作れないんだって。ポフィンケースくれない？おじいちゃん持ってるんでしょどうせ。はい、どうも、私がポケモン大好きクラブ会長です。あなたはポケモンを可愛がるときにどうしていますか？撫でてる。私はポケモンにポフィンを食べさせております。なぜならばポフィンを食べさせることで愛情を伝えられるからです。例えば甘いポフィンを食べるとポケモンのその可愛さが食べる前よりもアップします。例えば辛いポフィンを食べると今度はそのかっこよさですよね。という、こういう、このように、ポフィンはいいことずくめなのです。であるからして、このポフィンケースをあなたにもプレゼントしましょう。ありがとう。それが欲しくてここに来ました。はい、それ以外用はありません。それにたくさんのポフィンを入れていつでもどんな時でもポケモンにポフィンをあげてね。ありがとう。よし、じゃあこれで早速ポフィンを作りに行きましょうか。作ってからコンテスト行った方がいいですよね。よし、向かいましょう。誰をコンテストに参加させようかな。こんにちは、こんにちは、ここでは木の実を料理してポフィンを作ることができます。一回説明聞く。そうだね、混ぜたい木の実を鍋に入れてぐるぐるとかき混ぜます。矢印マークが出るのでその向きに回してください。かき混ぜるのが遅いと焦げるので注意。でも早くかき混ぜすぎるとスープがこぼれるのでよく見てね。うまく料理すれば美味しいポフィンの完成です。ちなみにポフィン作りはふれあい広場でもできますよ。よし、じゃあ一個作ってみましょうか。どうしよう。じゃあね、なんかいっぱい入れてみる。オレン、クラボ、チーゴ、カゴ。よし、じゃあ4個、これでいきます。4個入れりゃ結構いいポフィンができるでしょう。はい、4つ中に入れてぐるぐる回すのは左スティックで OK。 いや夏、これ昔はねタッチペンだったんですよ。あ、合ってる合ってる合ってる。でこのギリギリを攻めんのね。ギリギリ、もうちょい早くてもいいな。よし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 、いいよいいよいいよ。このギリギリ、あーだだだだ少しゆっくりって言われちゃった。これあれか、思ってるより端っこが端っこじゃないかも。はい、逆回り。一回こぼれちゃったけどまあまあまあ許容範囲よ。もうこの辺、この辺攻める。 OK、 いいよいいよいいよ。完璧じゃない、完璧完璧完璧。もう、あー、 OK、 逆逆逆、もうちょい早くてもいいかな。もうちょっとギリギリのところを攻めたい。
よし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 。あ、いいね。攻めれてるよ。だんだんポフィンが固まってきました。もう漏れることもあんまりないんじゃないかな。はい、じゃあ今度はまた逆回りして、オッケー、固まってきました。美味しそうなクッキーですよね、これ。まあ、マフィンのね、ポフィンという感じなんだと思いますけど、ルビーサファイアはポロック、ダイヤモンドパールはポフィンですよね。まあ、ソードシールドはもうカレーという、あ、あと焦げる、早くごめんなさい。ソードシールドはね、なんかポレーみたいな感じじゃなくて、もうカレーという、本当に、あ、早く、結構、焦げちゃったちょっとだけ焦げちゃったよ。どう？お、これは渋苦ポフィン、んー、どうなんだろう。とりあえずいいや、これでもう食べさせてあげましょうか。渋い味ということは美しさかな。これでポフィンはどこ、あったポフィンケース、はい、これを開いて渋苦ポフィン、じゃあこれを食べさせてあげましょう。誰で参加しよう。まあポッタイシだよな。よし、じゃあポッタイシこれ食べて。渋苦ポフィンどう？これで何なんか上がる？あ、食べてる。はい、ポフィンを食べた。どう？はい、これでボーンと、お、出た。やっぱりそうですよね。美しさ上がってきました。で、苦いがあれか、賢さなのか。じゃあとりあえず渋苦ポフィンを2つポッタイシにあげましょう。で、この状態でコンテスト行ってみましょうかいや、楽しみだな。はい、じゃあ美しさが2段階上がりました。このケズヤっていうのがマックスまで行っちゃうと、もうポフィンが食べさせられなくなってしまうので、そこはちょっと気をつけましょう。よし、じゃあ待てよ、一旦回復だけさしてスーパーコンテスト賞行きたい気持ちはありますけども、一旦ちょっと回復してからにしようかな。はい、ポケモンセンターで回復します。 OK。 じゃあもう行っちゃう？それともなんか触れ合い広場先行く？それでもいいなそう、ヨスガシティってやること多いんですよ。うわ、どうしよう。そしてそこの教会も入っておきたいな。お、待てよ、あの人だよね。行っちゃう？まあスーパーコンテスト賞手前までやる。いや、ちょっと待ってちょっと待った、先に連れ歩き広場行こっかな。あ、ジムあんじゃん。あれ、ここジムあるんだったっけ。あ、でもそうだよね、確かまだダメなんだ。そっかまだこのジム挑めない感じだ。そしたら先こっち行こうかな、触れ合い広場。よーし、じゃあ触れ合っていきましょう。確か御三家とか出せますよね、ここ。こんにちは、触れ合わせてください。やってきました。この触れ合い広場ではあなたの可愛いポケモンと一緒にお散歩できますよ。どのポケモンちゃんと一緒にお散歩しますか？あポッタイシしか参加できない。はい、行ってらっしゃい。よーし、フレアを、おついてきてる。あ、なんか落ちてる。ボルトチェンジ、え、ボルトチェンジ覚えさせよう、ルクシオに。ありがとうやったー。おー、ちょっといろいろ拾いつつ探検しましょうか。ここ、あー、まだ出ないです。何？はい、先ほどお散歩していたポケモンちゃんが外に出たがっているようですね。ポケモンちゃんにそのように思わせるトレーナーって本当に特別なんです。お、連れ歩き解禁か。これからは広場以外でもポケモンちゃんを外に出してあげるときっと喜ぶと思いますよ。え、これ連れ歩きあるんだ。へえ、ダイパリメイク連れ歩きあるんだね。ハートゴールド、ソウルシルバーはあったんですけど、ダイヤモンドパール、プラチナはもともとなかったんですよ。へえ、ここはちょっと強化された部分ですね。はい、そしたら一応周りも探索していきましょう。お、なんか落ちてんね。こんにちは、これは何ですか。うっけい、お守り小判、これでかいぞ。ちょっと待った、バッグ開けない。お守り小判後で、ポッタイシに持たせよう。はい、で、ここでは、もののけプレートを。これもなんか書いてありますよ。プレートに与えた力、倒した巨人たちの力。お、ちょっとだけ不思議な、意味深なね、ことが書いてありましたが、ここは何も落ちてないか。あ、落ちてないね。ポッタイシはなんだか体が軽いみたい。あ、よかった。今びっくりした。積んだかと思ったわ。はい、そしたら下行って、まだなんか落ちてるかな。お、ポフィン作り、ここでもできるって言ってたね。はい、そしてメロメロもゲットしました。メロメロいいね。ちょっとどっかで覚えさせようか、これも。あ、上にまだあるな。そしてピンプク。あ、そこはいけないのか。ピンプク可愛いよね。ラッキーの進化前ですね。ダイヤモンドパールから追加されたポケモンでございます。まあこんなもんか、言うて触れ合い広場は。触れ合いというか、あれですね、連れ歩きが解禁されたので、これはこれでよしとしましょう。よし、リフレッシュできました。バイバイ。じゃあちょっと、スーパーコンテスト賞手前まで覗こうかな。さっきあの人もいましたしね、話しかけていきたいと思います。ここのあなた、こんにちは。あなたコンテストの人ですよね、確かに。
あれ、こんにちは。お、あらごめんなさい、スーパーコンテストショーですか。うふふ、楽しんでください。ちなみにこのヨスガのジムリーダーメリッサはスーパーコンテストショーでもすごく強いそうです。それって私のことですけど。そうですよね。ふん、あなたももっともっと強くなってください。そうしたら勝負しましょう。そうだよね、3番目のジムバッジってこの人じゃないんだよ。まだいけないと思う。今ジムに挑もうとしても挑めないんじゃなかったかな。行ってみようか。一応挑めるんだったら先にここやっちゃうのも手ですけども。はい、お、中には入りましたが、まだ、もういける。これ、こんにちは、ボストレーナー。ここに来たってことはジムトレーナーに挑戦だな。だがな、本当に申し訳ないが、それは無理な話なんだな。なぜって聞きたいだろうから先に答えちゃうと、ジムリーダーがいないからだ。え、さっきいたよ。さっきいたのに。まあやっぱそうですよね。ここに来るまでのジムバッジを集めてからもう一度じゃあ来たいと思います。そしたら中入って、ちょっとある程度イベントを進めてしまいましょうか。お、あ、お母さんもいる。お母さん、あ、さっきの、あら、 MK、 ママがいた。何してんの。え、あなた彩子さんのお子さん。じゃあスーパーコンテストショーすごいかも。え、ママってそういう設定だったっけ。さあどうかな、 MK とスーパーコンテストショーのことを話したこととかないもんね。それよりあなたたち知り合いなの。まあついさっきそこで出会って、まあ運命的なね、出会いをしました。そうだった、さっきのお礼、このシールもらってね。あ、プリティシール C、ありがとう。これデコった方がいいな、コンテストショーの前に。そのシールをポケモンのボールカプセルにつけてあげるといい感じ。じゃあ私審査員だから、よかったらあなたもショーに参加してみてね。練習もできるから。じゃあ彩子さん失礼します。あ、行っちゃった。驚いた MK、 ママ退屈でヨスガに遊びに来たらあなたがいるんだもの。こっちが驚いちゃった。いや、いるなら言ってよ、電話してよ。何、スーパーコンテストショーに出るの。ポケモンの大舞台なのにあなたがいつも通りじゃダメよ。これを着ておしゃれしな。ありがとう、ママからドレスもらった。きっと似合うわ。じゃあスーパーコンテストショー楽しんでね。ショーではあなたのポケモンいつもとは違った魅力を見せてくれるはずよ。じゃあね、バイバイ。ありがとうママ大好き。そしたらさ、どうしようかな。あ、ピエロいる。なんかもらえる。スーパーコンテストショーはビジュアル、ダンス、演技の3つの合計で競うよハニー。あ、わかりました。これさ、一回さ、ボールデコしといた方がいいよね。そうしないと次回コンテストやるときに点数下がっちゃうと思う。よし、デコりましょう。じゃあこのモンスターボールに、あ、つけるポケモンを選ぼうか。まずこれをポッタイシにつけます。はい、でこれをデコります。よし、オッケー。どうしようかな。あ、結構持ってんな現時点でも。ハートとか可愛いよね。あ、でも水タイプだからさ、バブルシールいいんじゃない。 D、 ピンクか。じゃあこことこことここ、はい、オッケー。であとは可愛いやつがいいから、この音符にしようかな。音符、じゃあ音符をこことこことここ。これさ、どういう感じに貼るかによっても変わるよね。あ、キラキラいいじゃん、キラキラ。じゃあこの丸ここにして、でこのキラキラをど真ん中。あとはどうしようかな、なんかぽいやつある。おお、これいいね。ファイヤーシールだけど、あ、青い炎なのか。まあ水色だからいいかなと思ったんだけど、これはラインシール。じゃあこれも貼っちゃうよ。よし、再生してみようか、これで。はい、再生。どうなるだろう。ポッタイシのボールが、おお、いいんじゃない、いいんじゃない。いいんじゃない、これ。よし、じゃあこれでこれにしよっか。はい、じゃあこれでボールデコ完成。戻って、よし、ポッタイシ、これでとりあえずキラキラの状態にはなったかと思います。あなたどうしたの。君もスーパーコンテストショーに参加。うん、ポフィンケースを持っている。それならこのすごくて素晴らしいポフィンをあげよう。え、何それ、まろやかポフィン、ありがとう。そのポフィンをショーに参加させるポケモンにあげるといいよ。それとアドバイス、いきなりショーに挑戦よりはあっちの受付で練習してみるといいよ。いや、MK さんはもういきなりショーで大丈夫。で、待って、せっかくもらったから、じゃあ食べさせよっか。ポフィンケースを開いて、まろやか、レベル60。何それ、え、めっちゃレベル高いやん。はい、じゃあまろやかポフィンを食べさせますと、これ全部上がる感じ。はい、ポフィンを食べて、はい、これでケズヤが、おお、すげえ、めっちゃいいのくれたじゃん、ありがとう。技とか整えよっか、コンテストの前に。バックから技マシン、技マシンポケットで、これさあ、どうしよっかな。
まあでもあんまりガッチガチに固めてもしょうがないか。草結び、草結び覚えるんだ、ポッタイシ。いやでも若干範囲かぶってんな。泥棒、影分身、ボルトチェンジ、これちょっとルクシオにさすがに覚えさせましょう。ボルトチェンジってあのブラックホワイトからの技なんですけど、なぜか今回ダイヤモンドパールでもあるみたいですね。はい、オッケー、ボルトチェンジ覚えさせました。よし、オッケー。で次メロメロ、あー言うてここまでか。よし、じゃあとりあえず持ち物とかもいいよ。あ、お守り小判お守り小判、そういえば持たせていい、ポッタイシに。はい、オッケー、持たせました。そしたらスーパーコンテストショーに行く前に、確かね、私の記憶が正しければここの下卵がもらえたはずその卵もらってからでもいい。この下、あ、穴、あ、やばい、それは聞いてない、待ってくれ。じゃあ待ってたぜ MK。 お互いどれだけ強くなったかここで比べるぞ。ポケモントレーナーならいつだって戦えるようにしておくのは当たり前、待ったなしだぜ。それ聞いてない、それ聞いてない、ジュン、ジュンやばいやばい、ちょ待った、ちょ待った、ジュンジュンジュン、それ聞いてないわ、マジか。むっくる、まあまあまあいけると思うけどさ。うーわ、急に来たな。はい、じゃあ行っておいで、ポッタイシ。うわ、マジで言ってる。じゃあここはバブル光線で行きましょう。まだムクバードには進化してないんですね。オッケー、バブル光線で行っちゃえ、ムックル。オッケー、いけるぞいけるぞ。ジュン、ちょっとポケモンの鍛えが足りないんじゃないか。私はこれからスーパーコンテストショー行くんですよ。林亀はさすがに翼で打とうか。ポッタイシのツツクだとちょっとあれですし、草タイプの技を打たれるとまずいですよね。はい、じゃあムクバード出していきましょう。タイプ相性もしっかりやっとくのがポケモントレーナーですよ、ジュン。おー、林亀かっこいい。ナエトルの進化系ですね。はい、ここは威嚇で攻撃を下げておきまして、お、どうした、やったな、こっちもすごいの見せてやる。やばい、なんだ、何が来るんだ。翼で撃つで、はい、林亀半分いけ、オッケー、半分いけはでかいわ。はい、で相手はステルスロック、面白い技使ってくるね。ステルスロックは交換した時に一定ダメージを食らうというちょっと変わった技ですね。飛行タイプとか炎タイプとかだと食らうダメージも多かったりするんですけど、まあ引っ込めた時には関係ないので、ムクバードが出ている今は関係ないでしょう。オッケー、レベルアップ、次は何を使ってくる。ワンリキーは25レベ、はい、次がブイゼル。ブイゼルはさすがにルクシオに変えたいな。そうですね、ルクシオのスパークで倒していきましょう。ブイゼル使ってくるんだったっけ。あ、この辺ってランダムっていうか選ぶ御三家によって変わんのか。相手にポッチャマを渡せばブイゼルは使ってこない。なんかポニータとか使ってきたようなイメージもなくもない。お、そしてまた威嚇が入りました。威嚇強いよね。はい、じゃあここはスパークしていきましょう。もう最後の最後でバトルになるとは。はい、尻尾を振るで防御は下がりましたけど、まあ正直あんまり関係ないでしょう。はい、で防御が下がりましたが、ここはスパークドッカン、どうだ、素晴らしい、さすがルクシオ、ありがとう。はい、これでブイゼル倒すことができました。はい、ラスト1匹、相手は何を使ってくるんでしょうか。ライバル戦あったか、ポニータ使ってくるか。はい、じゃあここはポッタイシのバブル光線で倒したいと思います。なんかタイプ相性でご利用してる感があって若干申し訳ない気持ちにもなりますけど、いいんですだっていいでしょ、ポケモンバトルなんだから。ちゃんとねタイプ相性を覚えながらやるというのも大事なんですよ。はい、そしたらここはバブル光線でゴー。うお、相手が速い、なんかちょこちょこ素早さ負けてんねなんかちょっとだけ気になる。はい、じゃあバブル光線でポニータ倒していきましょう。オッケーと、ジュン、もうちょっと強くなってから来るんだな。だいたいねレベルもちょっと低いんですよ、あなた。もうちょっと高くしないと。はい、ということでオッケー、勝ちました。なんだってんだよ、俺負けちまったよ。そのなんだってんだよが口癖でいいですよね。うわー、また負けたのかよ。これじゃあ最強のトレーナーに挑む俺の夢が、いや、もっと強くなって勝ち続ければいつか。よし、次はトバリシティのポケモンジムに挑戦するか。じゃあな MK、 次に会った時の俺の成長に驚け、バイバイそう、次のジムトバリですよね。そしてあなた、あ、間違えたそしてあなた釣り竿をくれるんじゃなかった。はい、私方園地方からやってきたものです。コンテスト会場が分からず迷っていた私をここの人は当たり前に送ってくれました。感動です。なので私もあなたを送っていきましょうか。あ、大丈夫ですだったら大丈夫です。で、確かそうですよね、あなた、君君、ポケモンの卵いる、いる、スイタウンの預かり屋さんで見つかったんだけど、よかったら持っていくかい、持っていく。あ、これあれかポケモンをちゃんとあれしないといけないんだって。じゃあワンリキーを一回ボックスに預けちゃいます。ワンリキーごめんなさいね、卵が欲しいからさ。ここに預けていいでしょうか。よし、オッケー。したら
卵ください。持ってく。よし、オッケー。これでまた卵が帰る可能性がありますね。何でも聞いた話、元気なポケモンと一緒に卵を連れ歩くと、卵からポケモンが出てくるって、上都地方の宇津木博士がそう発表したってよ。懐かしい、宇津木博士。そう、宇津木博士っていうね、ポケモンの卵を研究しているあの大木戸博士の次の博士がいるんですよね。その人がそう卵を研究してるんで、その話だと思います。ということで、よーし、じゃあ次回はスーパーコンテストショーをやっていきましょう。ということで、今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。